日南の未来ということで、それぞれ違う観点からこの日南市をですね、うまいことしになさったと思います。まあ歌というのはそれぞれ好き好きがございますので、皆さんどういうふうに今日お聞きになってお感じになるか、好きになっていただけるかどうか分かりませんけれど、これはやはりずっと歌い継いでいただいて、そして自分が日南に生まれてこの素晴らしい自然に育てられたということを死ぬまで忘れない、そしていつかどっかで日南というものに対して自分がある意味での恩返しをする、そしてまたみんなと一緒に頑張って生きていくと、そういうことを考える一つのきっかけになれば私はとても嬉しいと思います。8.3 ということでね、まだ若い方は分かんないでしょうけどね、これは結構危険水位で、もう一歩間違えますと足がいつ痛くなってもおかしくないなんて脅かされました。うちやっぱりね、石原家ってお酒がキーワードなんですね。酒を飲むようになってね、なんか初めて父親と会話ができるようになったみたいなね。それまではね、なんかたまに目が合うとね、仕事を言いつけられるかね、怒られるだけだったんですね。まあ、ですからこう石原家の潤滑油ですかね、お酒っていうのはじゃないかと思うんですね。まあ、うちの、父親もそうですけど、もう亡くなってね、20数年経ちますけど、うちのおじはね、本当によくお酒飲みますからね。月の年齢、月齢、満月の時、または闇夜の時、これの数字も出てくるんですが、合わせてこの2つ、ご説明をお願いします。まずですね、2つ目の月、月の話ですね。で、これは、天文学ですね。気象学じゃないってことです、ね。本当に申し訳ございません。責任転嫁するわけではございませんので、どうも、それに関してはですね、天文台の方にですね、問い合わせいただきたいと思います。それはまた、本来は気象予報士の範疇ではないし、お天気予報の中で、まあ、そういうものを取り上げることはあるんですけども、まあ、専門ではないということです、ね。よろしい。苦しい答弁が続いてますね。OK ですか。お父さんは何も言わなくても子供は立派に育つんだなと思いました。温かく拍手で迎えられて楽しく笑っていただけましたんで、まあ、短い間だったんですけども、楽しいひとときを過ごせました。日南は実は2度目で、本当にその時は市場の方か朝市かなんかに、ね、ロケで行ったんですけども、で来る途中もずっと、ね、天気が良かったんですよ。で海の色が綺麗でね、やっぱり海の綺麗なとこだなって、思ってって、今日もその、まあ、あいにくの天気だったんですけども、すごく海沿いの道は綺麗でね、また本当に、来たいなっていう気がしましたし、あと帯状ってあるんですね、はい、で資料を見てまして、帯状って、まあ、一回行ってみたいなって思ったんで、また来ます、はい、来週東京マラソンとかありまして、それがまあまあ、局のあれなんで、それで古田さんとか野球のね古田さんとか、東京の国分太一君とかみんな何人か走るんですけど、まあ東京マラソンをですね、自己ベスト更新、4時間23分を更新するためにっていうのがとりあえずの一つの山かな。またぜひ、本当にね日南の海綺麗ですしね、帯状もちょっと行ってみたいしね、機械見つけてね、ここから宮崎からずっと都井岬まで抜けていくぐらいのね、旅をしたいと思ってます。